はい、こんにちは、森です。今回は生ハムとマッシュルームのクリームパスタを作ります。生ハムと生クリームはすごく相性が良くて、生ハムの塩気が絶妙な味わいになります。クリームパスタは子供から大人まで幅広く人気で、簡単に作れるのですごくおすすめのパスタです。そして今回パスタは太麺の 2.2 ミリのスパゲッティを使います。こちらですね。今回の茹で時間は表記の茹で時間12分より2分早く10分間で茹でていきます。このマンチーニのもちもちのパスタはクリームソースと相性ぴったりです。それでは早速作っていきます。今回使う食材がこちらです。詳しい分量は動画の概要欄に記載してあります。それでは食材を仕込んでいきます。まずマッシュルームをスライスしていきます。一番下の汚れている部分を切り落として、あとは2ミリ幅にスライスします。次に玉ねぎをスライスしていきます。今回は玉ねぎ2分の1個を使います。皮を剥いたらだいたい1ミリ幅くらいにスライスします。生ハムは6枚のうち3枚はソースに使って、3枚はトッピングで使います。ソースで使う3枚だけ食べやすい大きさにカットしておきます。ニンニクは皮を剥いて潰しておきます。真ん中にあるニンニクの芽は焦げやすいので取り除いておきます。これで食材の仕込みは終わりです。そしたらソースを作っていきます。今回はソースを簡単に作れるので、まずパスタを茹で始めます。お湯にはいつも通り 1% の塩が入ってます。塩を入れることでパスタに下味がついてソースと馴染みやすくなります。フライパンにオリーブオイル大さじ2とニンニクを入れて中火で加熱します。フライパンを傾けてニンニクの香りがしてくるのを待ちます。ニンニクのいい香りがしてきたら、フォークを使って繊維をほどくようにして潰します。そこにスライスした玉ねぎを入れて、塩を加えて玉ねぎの旨味を引き出していきます。今回は玉ねぎの食感を残したいので、少ししんなりするまでで大丈夫です。そうしたらマッシュルームも入れてさらに炒めます。マッシュルームが柔らかくなったら生ハムも入れて、生ハムに火が入るまで炒めます。白ワインを加えます。白ワインはアルコールを飛ばして少し煮詰めることで旨味が凝縮されます。こうすることで後で加える生クリームとも馴染みやすくなります。生クリームを加えます。今回は少し軽めにしたいので植物性のものを使います。生クリームを少し煮詰めたら、パスタの茹で汁で濃度を調整します。これでクリームソースの完成です。そしたらパスタとソースを和えていきます。パスタを入れてから1分間はたっぷりとソースを吸わせます。その後フライパンを煽ってソースを乳化させます。煽ることでパスタからグルテンがソースに溶け出して、ソースが乳化しやすくなります。これくらいのとろみがつけば完成です。それではパスタを盛り付けていきます。
いただきます。めっちゃ美味しい。生ハムとクリームソースはめちゃくちゃ相性がいいですね。マッシュルームもうまい。マッシュルームと玉ねぎの甘みがこのソースをまとめてくれてますね。で、そこに最後にかけたブラックペッパーがすごくいいアクセントになってます。生ハムは塩分が強いので、今回みたいにこうやって生ハムとパスタを一緒に食べる場合はパスタ自体の塩分は控えめにした方がいいです。今回もパスタは太麺の 2.2 ミリを使ったんですけど、クリームソースと相性はめちゃくちゃいいです。ソースがしっかり絡んでます。クリームソースは久しぶりに作ったんですけど、やっぱり美味しいですね。今回作ったように生クリームにパスタの茹で汁を少し足すとさっぱりした仕上がりになるので、最後まで美味しく食べられると思います。それじゃあとはゆっくり食べていきます。ご視聴ありがとうございました。